どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回は簡単レシピケーサディアの作り方を紹介したいと思います。材料はこちらです。トルティーヤとチーズで、ソースを3つ使います。チーズは自分の好みのチーズを使ってもいいです。僕が使うのはイタリアンスタイルとコルビージャックチーズを使いたいと思います。でソースは、バーベキューソース2つ、ヒカリスモークとでオリジナルのバーベキューソース、そしてレッドホットソースを使いたいと思います。それでは作っていきたいと思います。まずはチーズをかけます。全体的にかけますね。続いてはホットソースをかけます。僕はね、辛いのが大好きなのでいっぱいかけます。次はバーベキューソースです。もう一つのバーベキューソース、でこれでトルティーヤを折ります。こういう感じになりますね。でこちらを電子レンジに入れます。1分間入れますね。出来上がりました。見てください、中身とろけたチーズがたっぷりありますね。それではトルティーヤいただきます。とろけたチーズ であとバーベキューソース、2つのバーベキューソースとホットソースが混ざって美味しいです。辛さがね、チーズと合います。超うまいので食べるとバクバクいっちゃいますね。チーズの味がたまりません。もう一つ食べます。美味しかったです。ものすごく美味しいし簡単なので皆さんも試してみてください。こちらがケーサディアの作り方でした。次回をお楽しみに。じゃあね。